年末の交通死亡事故に向けた街頭活動に出発します。はい。年末の交通死亡事故をなくそうと、岡山県警は白バイによる取り締まりを強化します。今日の出発式には白バイ隊員50人が参加しました。岡山県警によりますと、年末は日暮れと帰宅時間が重なるなどの理由で死亡事故が増える傾向にあるということです。去年、岡山県で交通事故で亡くなった人は74人で、このうち12月と3月が9人と最も多くなりました。歩行者の方が被害に遭うような事故が増えておりますのでですね、歩行者妨害等の違反、あるいは飲酒運転の取り締まりを重点に強化していこうと思っております。